こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト。どうも石田です。団長です。さあ団長、はい、ただいま我々は、ヨーロッパ企画の下北ハウス、東京滞在中ということでね、王将新ロイヤル大衆社王将のもういよいよほんまに始まりますね。ついこの前ですよ僕、東京来たなと思ってほんまあっという間すぎる。3月の中旬ぐらいから来てたよね。10日からだから初旬だよ、もうなんだったら。それが今もう4月は終わろうとしてるよね。もう本番ですから。はあ、でゴールデンウィーク駆け抜けて、で5月の14日まで、下北沢の楽園というところでね。まあチケットはもうあれなんだけど、でも当日券がね毎回出るって言ってたよね。うーんだ、まあ、東京来てまだ3回ぐらいしか寝てないですけどね多分感覚的にはね。ほんまにさ、あっと月日って過ぎるな。いや早くなっていくっていうじゃん、年取ったらどん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 こう早く感じていくって、ほんまにそうだな。もうこれ年明けるんやろな、言ったら。いやそう、そしたら気づけば東京オリンピックも始まってるんやろな。もう多分、もうつい気づいたら石田さんも死んでますよ気づいたら死んでるな。深いね深いね、すごく深いいっぺん飲み込んだ次気づいた時には死んでいる。深いね。でもそうかもしれないねもしかして。そんぐらいバタバタで、うん、駆け抜けていきたいよね、ま、ほんまに。もう今日から下北沢なんでずっと、あとはもう残りまでね。今だから下北沢でさ、あのヨーロッパのメンバー、トリウッド大作戦ってヨーロッパ企画と下北沢映画祭のトリウッド大作戦っていうのをさ、やってないでしょ、こうイベントをやっててさ、でこれが5月の5日までゴールデンウィークまであるんだけどさ、じゃあそれまで結構ヨーロッパの人はこの辺いるんですか。いるのよ。でちょっとさっき、それこそ王将のさバータリのさ、楽園でやってたんだけどさ、でいろいろこう外を移動しなきゃいけないじゃん我々ね、なんかさ、そうなんですよ、今回楽園でお芝居するにもしチケット取れなくても、その2時間待ってたいよ前でいやほんまに全員に会えるわ。結構全員会える、全員出てくるわそんな言っていいかなでもほんまそうよね何、袖の移動っていうのを外を使わなきゃできないっていう移動で、だから外にいたらばったり役者に会えるっていうのは、そんなね、これもほんま事実だからそれでしかないし。そうなんだけど、そしたらばったり諏訪さんに会ったもん、さっき。あ、そうですか。バータリの途中で、で「うわバータリなんですよ」とかっつって、「イエー、こんな偶然もあるんやな」と思って。まあそら下北さんうろうろしてたらさ、ね、愛媛で生まれた石田さんと奈良で生まれた諏訪さんがいや生まれ関係ないけど、ここで出会うっていうね、下北沢で出会う、うん、すごいタイミングで諏訪さん飯買いに行こうかなとか、ケバブ食べに行こうかなと思って下北のね言ってたわ。団長もうすぐ誕生日だね。そうですよ、5月6日でしょ。どうすんの。あ、まだあんま言ってないよね、その座組の人たちにさ。いやもう生誕祭っていうのがあるんです。つまらんことしてるってことバレたくないとか俺言ってもいい、京都でつまらん、でもそれ一番やばいんです。これは生誕って呼ばれてるっていう。僕誕生日を、まあ、7月4日にしようかなと思ってます今年は。じゃあ多いんだよね、なんか4月5月生まれの人が座組でね。だから常盤貴子さんも4月30日って言ってたかな。江口のり子さんが4月28日でしょ。ああ、じゃあ2日目、うん、で団長5月6日、うん、でパターン的にはその2人はケーキ持ってって、僕にはないっていうやつだと思うんですよ、知らんっていういやそれね、ちょっと言っとくわ僕。だから生誕生誕祭、いややっぱよやばいらん、していらん、もうほんま、いらん、波風はいらんそうやな、ほんまにな、なんか気使うもんな。うん粛々と劇をしていきたいな。そうそう、もうほんと毎日粛々と劇をして、しずしずと帰りたい僕はほんまに粛々と劇をして、そしてお客さん楽しませて、職人というかマシーンというかね、やっぱしっかりとしっかりと劇をして、そしてお客さん楽しませて、そして帰ってもらうという、帰っていただくという。そうですね。うん。
いやー楽しみだね。でもね、本当どういう風になるのか、反応がどういう風になるのか、あの空間、もう客席とか座ってみても、ほんまに僕こんな近い距離感でやるのって本当に初めてかもしれない。いや、あの京都でもね、あの立成小学校とかさ、僕ら結構ちっちゃいところでやらせてもらったりもしてるけどさ、それよりもなんかこう密な空間というか、ギュッと、そうですね、ミチってなってますもんね、なってるような気がする。僕あのキャパ80って嘘やと思ってますもん。あれ入らんよな。今日20人ぐらい座っててミチミチでしたよ。パンパンやったもんな。これ4倍入んのと思ったら。あとあれだって4月30日、うん、なんか今看板とかいっぱい出てたけど、下北沢名人戦っていう、下北名人戦っていう、ね、下北王将みたいな、王将棋か、下北将棋みたいな、下北将棋名人戦みたいな、下北名人戦、なんか青空将棋をバーってやるんだってね。いや出たいよね、確かにね。ちょっとこう勝つしかないですね。せっかくさ王将将棋にちなんだ、さこう将棋にちなんだというか、もう将棋、もろ将棋のさ話になってるんでした。ほんま偶然なんだけど、でも負けたらその日むっちゃ噛むんじゃない。確かにな、弦悪すぎないですか、うん、いやでもさ、なんか僕こう将棋が好きでとかさ、将棋のことちょっとこう知ってるみたいな感じで関わらせてもらってさ、うん、ほんまに今回のこの王将の座組でさ、うん、将棋のこと知ってる人が本当にいないじゃん、うん、で僕 もうそこまですごい詳しいわけでもないのよ、うん、まあ、好きは好きよ、うん、でもすごい知識があるわけでもないし、もちろんすごい強いわけでもないのよね、うん、まあ、でももう今石段に聞けってなってますからね。いやなってんのよ、まあ、それもちょっとおっと思うんやけど、だからそれ合わせでちょっと勉強したっていうのもあるし、もう、あ、もうじゃあどっちが早いかですね。いやほんま卵が先か、卵先がひよこが先なんて状態なんですね。だってなんか今日もさ、その下北名人戦があるんだみたいな、30日あるんだみたいな、石田さん出てよ出てよみたいになってるさ、みんな石田さんのこと2段ぐらいと思ってますから、ね、いやお前すげえ強いやつ、2段はあるっしょみたいな感じやから、みんな、いや俺結構言ってんです、全然強ないですとか、そんなになんですみたいな言ってるんやけどさ、言えば言うほどやっぱ謙遜になるからね。そうなんだよね、強いやつなんていくんですよ、強いやつ、うん、いやめっちゃ弱いよな。だから今必死でちょっとコンピューターとか戦ってさ、アプリ活用して、アプリ活用してそいつ青空将棋で勝てへんもんな、絶対アプリやってるやつ、人と戦ってないからメカドばっかり売ってるやつ、いやすごいよ。だって今あの羽生さんに藤井四段っていう最年少将棋プロになった藤井四段っていう中学生で今プロ棋士になった、やっぱ見た目がやっぱ天才ですもんね、天才、見た感じが、羽生さんに勝ったっつってニュースになってたけど、いや他のプロの棋士もみんな勝ってって羽生さんにも勝ったっていうね、なんか、うん、炎の七番勝負みたいなのやってたよね、なんかこう企画みたいなんで、ビリビリマシーンみたいな14連勝してるらしいからね、今プロデビューしてから、ほんまにそれすごいことなんですか。すごいでしょ、だって成り立ての人がさ、あそう、白鵬なんか70連勝ぐらいでしょ、でも白鵬はでもだからそれで言ったらさ、幕内入った途端に勝ちまくり14連勝ってもう15連勝なんてもう1シーズン幕内入った途端優勝だよ、うん、そうありえないでしょ、だって、うん、そもそも横綱倒したみたいなもんやからね、羽生さん倒す、大横綱ですもんね、うん、いや遠藤が白鵬ぶっ倒したみたいなもんでしょ。あ、まあそういうことやね、うん、いやちょっとぶっ倒していきたいな、いろんな人、そうやって、まあ、王将メンバーから王将メンバーぶっ倒していこう、倒して投げ倒して投げ倒していきましょう頑張ろう、はい、泣き倒したら一緒に頑張りましょう、ほんまに。カクテル恋愛相談室、相談室の前にですね、はい、メールが届いておりまして、ありがとうございます。これうん、まあポッドキャストで、はい、ちょっとお便り紹介するのも変な話なんですけども、はい、本放送の方、おう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 、本放送聞いてくれた人からですね、ラブ FM のメールボックスに、届いてくれて、届いてくれたメールなんですよ。はいはいはい。ポッドキャスト聞いてくれてんのかな、この方は。聞いてません。放送やもんな。はい、もう福岡の方やと思うんです、多分、はいはいはい、あの九州の方やと思うんですよ。はい。
それでは、ちょっとお便りを紹介させてもらいますね、はい、4月10日に届いたメールでございます。お、はいはい、こんばんは皆さん、エレキパンダです。エレキパンダさん、はい、短い間しか拝聴しなかったのでシーズンなどの規則的なものを存じませんでした。しかしまた石田カクテルを味わえるようになって大変嬉しゅうございます。お、しかも月下中根の30分前。月下中根ね、はい、あのラブ FM の一番の人気番組ですよ。月曜夜、太田小僧さんの月曜日の夜は特に楽しみになりました。今夜も小粋なカクテルで酔わせてくださいね。団長さんの毒舌に負けないで。すごいこれだからシーズン当時ずっと聞いてくれて、シーズン4とかシーズン3も聞いてくれてたんかな、もしかして。そのなんかどっかのタイミングで聞いてくれてたんでしょう ね、うん、でまたあ始まったんだ、あなんかいつの間にか終わったなみたいな。そうそう、土曜日ないなと思ったら、うん、だから月下中、あそっか土曜日だったもんね前は、はい、でもう今も月曜なんで、月曜月下中年前なんで、うん、これエレキパンダさんラブ FM ヘビーリスナーかもしれんね。もうエレキですからねどういうこと、うん、電波的な電気の感じがうわすげえ嬉しいな、ね、いやなんか、うん、なんかなくなったな。エレキパンダさんもしかして前も送ってくれたんちゃうかな。前も送ってくれたの方に。だそんな感じするよね。エレキパンダっていう名前に。ただ僕ら勝手に言ってるだけで、いや初めてやでって思ってるかもしれないですけどいやなんかなんかクッキーかなんか差し入れくれた人かな。それちょっと違うかな。どんどんちゃう人の情報言ってもねゾッとするだけなんで、まあでもエレキパンダさんありがとうございます、うん、ありがとうございます。今度後もね送ってほしいですね。ね聞いてほしい、うん、でまたいつの間にか終わりますからねこれ。おそらく、うん、いつの間にかでしょいつの間にかって僕ら絶対その最終回の放送日にしか最終回って言わないですからねカウントダウン的なことしないですからさらっと終わるからね。さらっと終わる でまたさらっと始まるから ね何もなかったようにねそうなんですよはい、ありがとうございます。はい、ということで恋愛相談室テーマ覚えてますか。テーマ何ですか。仕事恋愛友情趣味順位をつけるなら。ああ、そう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 、はい、そういうやつなんですよ。まあ、うちらは先で順番つける、仕事恋愛なんだっけ仕事恋愛仕事恋愛、友情趣味、友情趣味。ああどうしようかな僕は、うん、仕事友情趣味恋愛かな。恋愛引く恋愛引く。仕事友情趣味恋愛趣味恋愛恋愛引く趣味ですか。趣味よりも趣味よりは低いでしょうまあそうやん。趣味より恋愛低いの。うん、じゃあ釣り行くなデート行こうってなって。釣りやなってな。釣り行くってなる。いや趣味ってなってうえーってなるな。まあでも先にそのデートの約束とかが決まってた場合はデートだよ。基本的に約束を守るっていうのは、うん、仕事恋愛趣味もヘッドクレもなく。あでもそれ仕事が入ったら基本的には。あでも仕事は恋愛デートの約束して仕事入ったら、あそれはもう圧倒的に仕事っす。まあそれはそうなるもんな。絶対仕事一番になるよな、うん、でもさその考え方がいい果たしていいのかしら。疑問投げかけた。仕事を優先。そうですね。ただ僕、うん、やっぱ、うん、仕事の日に恋愛でコンっていうやつとは、うん、まあ一生仕事したくないなと思って、ね、いやそうやな。それは嫌やなそんなやつ。あそう結構休むんみたいなだったらでも恋愛っていう言い方が悪くてさ、これ家庭やったらどうなの。いや家庭恋愛は家庭になっていくわけやん。家族、うん、家族最終形態ね。うん、いやみんなそう。家族まあみんなとは限らんけど、やっぱり自分も親から生まれてないからさ、うん、自分もやっぱこう親にならなきゃいけないのかなとは思うわけで。ただその、まあうん、一概には言えないけどさ。そう思うんですけど、うん、そんな仕事って24時間やってる。いや寝てるよな割と。人生の半分ぐらい寝てるわけよ。半分、うん、結構寝てる。家族と向き合う時間もあるって。いやそうやな。4つ目のやったらなんか12個目とかやったらもう無理やなと思うけど、うん、僕なんやろな。でも仕事と恋愛がもうバチバチ互角互角。じゃあ恋に来てるやん
いやだって石田カクテル書いてるからさ、もうほぼほぼもしカクテル飲まへんしそれ言い出すんやったらもうでももう恋愛とかなんかこう人の話とかももう全部そっちに今行っちゃうから、そう考えたらもう仕事にしてるやんな。仕事ですよ。好きな人とかもしできたとしてももう絶対それをあこれカクテルになるなとかさ考えてまうもんね。もうそのことばっかりやもん。でも例えば、うん、過去の恋愛全部カクテルにしようと。でも仕事も、うん、僕らの仕事で言うともう完全に選べるぐらいのなんかすげえやつになって、うん、もう自分の好きなこういうのだけやったらもう食える状態になって、うん、さらにそれに集中していいのなんかいい作品作れるっていう状況になるんやったら、うんうん、仕事結構僕下がるかもしれないです。あ取る時間っていう意味ではもしかすると、うん、それより趣味とか、はいはい、友情恋愛のに当てて、うん、しっかりそのある仕事をやって食えるってなるなら、例えば今さもう1兆円入るとかってお金が入ったらさ、うん、どうするんやろな、どうなるんやろ。まあ、竹やぶをいっぱい探しますけどね。隠す古いな見つかんだよ分けてあれどうなったんや、竹やぶ銀行するけどな、竹やぶから見つかったほうがね。いやほんまに確かにな。でも仕事ってするんかな、1兆円入っても。でも僕らのってむずくないですか。でも完全にビジネスだけでやっやってないじゃないですかこの仕事って。趣味ちょっと入ってるもんね。そうそう好き趣味が入ってるじゃないですか。いや絶対そうやと思う。うん、なんやったら夢追い人やもんな。あらららら。って言われるやん、まあ、友達とか、うん、まあ、普通にサラリーマンで働いてる友達とかからイラってしますもんね。大体夢追ってて、夢追っててえなって言ってなるけど、これしかできんかったやまっとうに働けんかったんやっていう思いもちょっとあるもんね、うん、まあもちろん、夢追いかけてるっていう気持ちもあるし、全然うん、どっちもありますよ、はい。まあ、ちなみにメール来ておりますから。仕事恋愛で友情趣味、でも友情なほんまに友達ってなんかあんまおらんくなったな。寂しい話やけど、喧嘩するぐらいじゃない。いや実家帰ったら喧嘩していやでもそれはだから合わんのよね、あんまり。友達と遊ぶってある？ここ最近。昨日友達とは知り合いけど、天球さんと遊んだんですけどね。天球さんもうだから先輩先輩仕事仕事の人やもんな。あでも僕もそうだわ、昨日ちょっと行ったわ、知り合いの下北沢の知り合いの店。じゃあもう遊んでるじゃん。まあ店か、遊んでるの店、うん、お店やってて、うん、順位なこっちつけてくれって言っときながら自分がつけるの難しいよな。読みますか。はい、お願いします。マリンちゃんから、はい。ラジオネームマリンちゃん、メフィラス星人さんのメール楽しんでる派ですメフィラス今回来てないのかな、はい。うん、石田さんが怒りすぎたんじゃないですか。え、ごめん、僕らこんなに好きやのメフィラスが、はい、石田さん、ラジオさん、こんにちは、はい。本放送、ラジコのエリアフリーで聞いてます。ありがとうございます。先日の石田学生の既読する恋素敵でした。聞いてるちょっと浸ってしまいました。すごい。さてトークテーマ、仕事恋愛友情、趣味順位をつけるならとのこれですが、はい、私のランキングは仕事恋愛友情趣味かな。仕事は契約、仕事は契約という名の大人同士の約束なので誠実に守る必要があると思ってます。そうか。昔彼氏と喧嘩した朝、このままじゃ仕事なんかいけない、仕事休むと彼の方が言い出してドン引きしたことがあります。また、でもさ分かんでもないけどな、うん。石田さんじゃこれじゃあでもまあやばいなこれは、確かにまた俺と仕事どっちが大事なのと聞かれたことがあります。男性でもそういうこと言うんだなと驚きつつも、冷たいようですが困った末、そこは比べるものじゃないでしょ、本当は分かってるでしょと言ったことがありますこんな私ですが、仕事を除いては恋愛至上主義なところがあって、恋人には尽くしたくなるところもあり、趣味や友情よりは恋人優先します。相手にとって重い女にならない程度にバランス取るようにするのが課題です。ちなみにリンゴの皮は一度では剥けきれませんということですね。コシヒカリの悪ふざけがこんなところにまで、はい、ちゃんとリスナーさん答えてくれるっていうね、優しいマリンちゃんですよマリンちゃん、マリンちゃんほんま尽くすタイプやな、こうやってメッセージ全部にね、もう尽くしてくれてますもんね。尽くしてくれてるよね。
このメッセージ自体がなんかマリンちゃんのこうなんか人となりが現れてていいもんな。そうですよ。字が綺麗なんだね確か。編集時。編集時2級。ということで、さあ来ておりますよ。でもさこの彼氏やばない？確かに。やばいよこんなやつ。元彼かな。うん、でもねもうこれ言うやつは男物も関係ない。あがこんなこと言うやつは。男と仕事。ああ俺と仕事どっち。私と仕事。俺と仕事。どっちが大事だよ。俺すごいなこんなん聞いてくんの。あ、このからじゃ仕事なんかいけない。仕事休む。仕事あかんよな仕事休んでたら。まあでもまあ愛ゆえにね。愛ゆえにね、なんかこう、あるんだろうな。はいはい。来ておりますよ。はい、医者さん、男女さん、こんにちは。病院男ことキリちゃんです。ああ、キリちゃん、どうだ。さて、仕事、恋愛、友情、趣味、あなたにとってどれが大事ですが、うん、やはり仕事が一番なのかなと思います。私自身、今の仕事と職場が楽しいというのが大きいですかね。自分付けをすると、仕事、趣味、友情、恋愛ですか。恋愛低いな、おい。おい。ところで、先週と今日、病院に行ってきましたが、売店子ちゃんに会えませんでした。タイミング悪かったのかな。会いに行く朝、軽く緊張するのですが、会えなかったらそれはそれで肩透かしを食らう感覚ちょっと厳しいです。 あと以前のポッドキャストで誕生日とか聞こうとおっしゃっていましたが、バイティンゴさんの誕生日は11月下旬で、今は26か27ぐらいだと思います。これもちゃんと覚えときというのも、以前通っていた時にたまたま聞いたのです。あ、誕生日の前後で行った時はちょっといい入浴剤とか送りました。若干怖い人に思われたかな。来週会えると思って頑張ります。入浴剤あかんやろ。いやいいじゃないですか、あの疲れた、ラフランスの香りみたいなやつ。入浴剤、なんで入浴剤にしたんやろな。仕事の疲れと年があったんでしょうね。まあそっか、友情低いですね案外。こんだけ俺らあの恋愛のこと言ってあげてんのに、恋愛一番下っていう。いや恋愛割と上にしとけよ。でも僕とほぼ一緒じゃないですか。仕事、趣味、趣味がだいぶ上なの。あでも分からんでもないか。でも売店に行くが趣味ですからね。もうこの人の場合はそれ恋愛じゃん。いや、恋愛これ低い、こんな自分の中で位置づき低かったらそれは無理だよ。売店子も、うん、もう嘘でも上に上げよう。もう、うん、でも売店子じゃない、でも仕事、うん、売店、趣味、恋愛ですからね。売店子ちゃん、うん、売店が入ってくるやん。うん、あのメッセージまた来ております。最、は、近、いはい、多いですね。嬉しいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。コシヒカリから。あ、来た。伊沢さん、ダルさん、こんばんは。はい、王将もうすぐですね。見たい、でも遠い。さてトークテーマ。うん、仕事、恋愛、友情、趣味、どれが大事？悩みます。悩みますのでこんな答えになりました。仕事、恋愛、友情、趣味、どれも大事で、どれもガラス玉のようなもので、みんなこれをお手玉のように順繰りに投げたり受けたりしながら生きている。なるほど。仕事が大変な時は趣味や恋愛を大きく投げて、仕事玉をこまめに投げたり受けたり、恋愛が大変な時は仕事や友情を大きく投げて、恋愛でもこまめに投げたり受けたり、でも決して後で受け取れないようなところや下に落としてはいけない、一度落とせば割れるくらい脆いものだから、と武田鉄矢さんばりに熱い先輩の受け入れです。結果その時その時でバランスよくというところでしょうか。まあすごいなこれ。でも確かにガラス玉のように、ガラス玉をお手玉するように、あ、まあ、その順位もヘッドグレもなく、あ確かにな、落とさないように割れないようにってことか。うん、で友情大事の時は他のやつを上の方にピュッて投げて、うん、投げてこまめにクリクリして、うん、であとバババって拾う。いや絶対落とすやろ、高く投げたらね。むずいっすからねその分。はあ、熱い先輩の受け入れだから、先輩に昔聞いたことあるんかもね、こういう話を。へえ、いい話。さすが元教師だっけ。うん、それが先輩が急に言ってきたから、ね。ガラス玉や。元教員、やっぱ教員って言うことが、ええこと言うな、言うね。でもこれ多分、これ俺も言っていこう、学級崩壊してたやろからな、そのクラスは。誰も聞いてなかったやろな、これ。ガラス玉なんだよこれ。だって私と仕事どっちが大事なのって聞かれた時のさ、うん、答えの一つとして言えるね、どっちもガラス玉みたいなもんでさ、うん、つってさ、どっかだけを持とうとすると落としたら割れちゃうんだよ。で気づいてないの、恋愛の玉も響いてるよ。
って言われないですよ。言われない。ええもう割れてんのこれ。パカンって。ああガラス玉のような。ああすごい例えやなこれ。いいね。ガラス玉カクテル作りますか。さすがこれ、うん、そのまま俺カクテルにしようかなこれ。このままね。このまま。うん、はあ。マスターの受け入れなのかな。いや。コシヒカリってやっぱいいこと言うよな。うん、でまあメールには続きがございます。うんはいはい、さてトークテーマの前に、うん、前回の案の説明を。うん、リンゴの皮云々は、うん、そこから料理の技術的なものやカクテルネタが始まらないかとそこそこ上出来かと思ったのですがまだまだでした。うん、さてさて知らん知らんうるさい。リンゴの皮そんなにいいかな。うん、でも答えてくれたもんねマリンちゃんは ね、うん、ちなみにできるリンゴの皮剥ける。いや剥けないです剥けないです。ビューラーなら剥けますよそのあれ使ったら。ビューラービューラーじゃないよピーラーピーラーね、うん、ピーラーかピーラーピーラーえピューラーピーラーピーラービューラーはまつげまつげやなあおできるよ果物ナイフでブーっとまあ包丁でも多分一皮でちぎれずに剥けると思うわ。嘘。うん全然いける。結婚できないんじゃないそれ。ほっといてさてさてさて、はい、他の案を考えてくれてます。あこれいいじゃん次のとこ。1携帯かっこスマホの待ち受け画面を恋人の写メにするあしたい、2何度もしてしまう恋愛の失敗ありますか。3お付き合いする相手は恋愛に対してウブがいいそれとも経験豊富がいい。以上3点でどうでしょう。あどれもいいネタにやなこれ。今までやっぱ1個だけ頑張って残り2個頑張らへんっていうちょっと言い過ぎたんで今回3つともストレートなけてきましたね。どれもいいな喋りたいもんこれに対してその待ち受け我慢恋人のために男女の絶対せんやろな。考えられへん。てか待ち受け何してんの男女。待ち受けね普通の初めからやつうわなんかわからんモダンアートみたいなやつ僕だって前のガラケーのやつあの前の彼女の写真してたわ。やめなあれ、うんもうやめたけどそら元なんでやめたけど。うんえなあ恋人犬ですら許せないと思ってる僕は。子供は自分の子供でしょ。自分の子供それだけはもう我慢したろうと思ってるでも我慢なん我慢したろうと思ってるその奥さんが自分の妻が子供を抱いてる、うん、ギリギリセーフっすっていうやつ。彼女はあかん妻はいい。それなんなんその結婚だからでもそういうこう日本的な傾向あるよね。日本の結婚したら全部 OK になるけど恋人の時はなんかこういやらしいものみたいな。いやらしいですよあれ。なんでなんだってそれはセックスのことしか考えてないからですよみんな日本だけじゃすぐ別れるからや。ほーへーでもフランスとかってそうじゃないじゃん。フランス人 お風呂覗かれたら目を隠すって言われてるフランス人ですか。でもまあ日本がそういう文化だからしゃあないな、まあ、結婚しないとそれはもうなんかこう認められない公然とし歩けない道を。いやそうですよ手つないでブラ初めになりますからね。いやほんまにねブラ初めにならんけど、うん、何度もしてしまう恋愛の失敗あるなこれな、ね、あるやろな。もう釣り行ってまうやろ、うん、すぐ相手のこと嫌いになってまうすぐに嫌いになってまう、うん、好きでいたいよ俺も好きでいたいのに、うん、嫌いな、なんでこんなことすんねんとかになってくるから。そうそうそう、なんでこんなことすんのいや好きやからや好きやからするんやけどそれが嫌いになってまう、うん、あるなこれも。お付き合いする相手は恋愛に対してウブがいい。あこれもいいねトークテーマ。それこそまあこんな童貞がいいんかプレイボーイがいいんかみたいな経験ことですよ。どうする、うん、でも今まで付き合った人何人って聞いてさ、うん、とかっつって絶対嘘つくもんな。その絶対差はかけてきますよ、うん、いや俺も20人とか言われたらもうちょっとって思うもんな。付き合った数でしょ。付き合った数20人とか言われたらさその子がさ20代後半とか30代とかでさ、うん
20人って言われたらさ、ちょっと確かにもういや5で割り切れるねとかボケるしかないですもんねいい数字やんっておおってなるよなでもえお前1人しかいないんですとか言ったらちょっと考えるような、それも初めては重いですか。いや初めては嫌だな、初めての彼氏。だってもう僕37同い年で、37やからな、もう、うん、そもうないでしょ。ああでもそんなことないか、そんなことない、絶対そんなことないよ、あると思う僕は。ああそっか、うん、年齢関係ないか、30代バージン乙女なんていっぱいいると思う僕は。そっか、うん、ちょ嫌やなそう、器ないの藤田さん受け止める器ないんですか。ちょっと待って、考えて、うわちょっと考えていい、うん、でもそう確かに、だって20代前半とかさ、うん、20でも1,2,3とかでさ、1人とか2人とかだったらまだ分かるけどさ、うん、30でさ、うん、ゼロ初めて、うん、やるでしょ、全然やるでしょ、童貞がいるんやから絶対バージンいます。まあそうやな、絶対いるよな、うん、うん、うわちょ、いやちょっとこれ聞いてみようか、じゃあ、これいいんじゃない、トークテーマ、お付き合いする相手は恋愛に対してウブがいい、それとも経験豊富がいいですか。経験豊富がいいけど、まあ本当、いやもうあれは一個なしよな、適度っていうのがさ、それは一個なしよな、あの、うん、経験豊富やけど、うん、毎回ちゃんとウブな人がいいいやそりゃそうやで、うん、もうそれ言い出したら何回もウブでな人がいい、うん、でもやっぱ経験豊富、でも女性で経験豊富とかちょっと辛いよな、 あんまり経験豊富じゃない方がいいな、なんかいろんなとこ行ってたら嫌じゃない、その子がさ、あは初めてっていうのが自分がいいじゃん。あでも初めてを取りたがるらしいよ男の人は、で女の人は最後がいいんって。あ終身雇用がいいんや。そうだから、その彼女の初めてをその経験したい、自分としては男は。でも女の人は女の人はこれが最後になりたい。確かにラブホ行って最後になりたい、最後このラブホ行ったことあるって言われたらやっぱドキッてしますね。いやあここ行ったなとかさ、こんな初めてって言われたいっていうのあるんやって男は。でも確かにそれあると思うわ、こんなの初めてって言われたやろ、やっぱ何事においても、ね、何事においても、うん、そのエロであろうが、何であろうが確かに、うん、これはこんなに好きになったら初めてとかでもいいわけでしょ。これ5回目とか嫌やろこんなすごいの5回目とかさ、前の前はこれようやった最悪前はそうでもなかったけど、前の前の彼氏の時にこれ用意だったな帰れお前、行けお前。いやでもお互いだってそれはいいもんな、やっぱ初めて、うん、そらね、たくさんの初めてを知り合い、うわ初めてご飯、こんなご飯作ってもらったなんて初めてとかさ、あ彼女にハンバーグ作ってもらったなんて初めてとかさ、そんなんがいいじゃん。え、これしなくていいの？どういうことですか？いや前の彼氏がいっぱいしてたからさ、え、これ普通せえへんの？いや、いやだ前の時の当然を持ってこれるやつこんな毎回やってたで毎回ハンバーグ作ってたであ、そうなんや、ハンバーグ作れば喜ぶんじゃないの？いや、やわちょっと待ってっ、目玉焼き何焼いてるの？え、ハンバーグに目玉焼きでしょ、ハンバーグに目玉焼きするでしょ。ハンバーグに目玉焼きな、あーハンバーグに目玉焼き確かに乗っかったらうわってなるかもな、うわーそれやな、ハンバーグに目玉焼き、それはもう恋愛経験豊富じゃないと目玉焼きやかんすよ、やっぱ確かにね、なかなか普通にハンバーグ出してくる、うん、もうほんま、でも目玉焼きを乗っけたらもうかなりの男と付き合ってるってことや、うん、そうです、前の彼氏が目玉焼き乗っけたかっただけですから、ね、いやいややなじゃあ言わんとこ
はい、あでもこれ聞きましょう。じゃあお付き合いする相手は恋愛に対して有無か、うん、それとも経験豊富がいいですか。いいんじゃないですか。はい、といったところで今週以上になります。はい、はい、また来週聞いてください。さよなら。さよなら。LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。